軟活は強い。はい。しかし。はい。そう。もう。私は全日本サッカー、君たちは。そうか。小学生時代だが今日、それを一番よ、翼がより成長する、そういう意味では児童。石崎、浦部、負けたぜ、約束通り。いいよ、浦部。そう。よし。本当に。それで、ああよし、その代わり、おう翼、やっぱり全国大会でも負けたら承知、みんな、ふん。ではこれ、翼くん、ありがとうございます。これから全国大会に挑む、今対戦し、今美咲たら、美咲くん、はい、一節、あの決勝で、いや、あの美咲、きっとどこかで。大空翼、三上さん。ああ、ドイツ留学、相変わらず頑張っ、ハイレベルな、もうわしの。そうですか。となると、しかし彼は小学校以来、美咲のお父さんは画家で、彼がサッカーを、となると。はい、もしもし。なん、南葛が全国大会行きを決めた翌日、日本各地でも続々と代表校が決まっていった。チームのほとんどの選手が小学生以来同じチームでプレーしていることから生まれる抜群のチームワークと連携を持ち味とし、キャプテンの松山を中心に素早い攻撃と粘りの守備を展開する全員サッカーのチーム、北海道代表フラノ、誰にも真似のできない特殊なコンビプレイ、ゴールチームの得点の 90% を全国屈指のゴールキーパーな、そして東京、さあ、と前半に中学対する武蔵中、小学生三杉淳君が途中、1試合に30分、今大会無失点だ。そしてここで勝つのは俺だ。俺はもう負けるか。僕は2年間厳しい全国大会、抜け、止め、何、おっと、そしてヒューが、三杉くん、そのこぼれ球を倒れ込みながらパス、なんという執念。行くぞみんな。このまま命がけで作ったチャン、必ず見過ぎ、ここだ、ま、これは決定的な形、若島津君、もらった、お前らに3点目、何
武蔵の衆。そんな、美杉さん、みんなすみません。美杉君、そしてあっと、武蔵中東邦学園2年連続小次郎、ずいぶん優しくなったもんだな。キラ監督。え、キャプテンや俺、小次郎。だが昔の一度食らうあの時、父親を事故でな、そんな逆境に、だが東邦、あの頃のハグ、今のお、そのままではついにはわしは今これ以上牙の抜けた。キャプテン日向さん、シュートはドラ、このシュートができなければ新しいロム。でもロベルト、どうやってボールに、このロベルト、ロベルトがそばで、でもロベルト、日本で全、もういっちょ、監督、ヒューガさんがどこにもいない。多分じゃ沖縄だと。キラ構造沖縄少年サッカースクール。ほら、どうした。はい、キラー監督来たか。はい、さあ、いよいよ始まります。昨日、8月の灼熱、各都道府県、秋田県代表、花、あの優勝旗、こ、そうともよ。大阪府代表、東一中。長崎県代表、心配せん、国家、今年こそ、なあみんな、誰にも渡っ、おい、え、ヒューガさん、それにしても順当に行けば、でもそう、そう考えれば、まあそりゃ当たり前よ、俺たち3年生は。そうだみんな、東一中は守りのチームだ。その守りの主力は相田誠、必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだ。この試合、相田は翼のマークに来るに。はい、よし、まず、また優勝やったるぜ。ああ、 V3 だ。いいか、なんといってもあいつさえ抑えればあとはどうに。ってことはつまりこの大観衆の前で。ああ、さあ、開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡、南葛中と大会初出場の大阪、東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛は、それだけ注目度が高いということでしょう。絶対言う。
任しとけ。おいてめえら、何前回全然さっさと試合のお前が大空っつ、実際に見てみっと、あんたのマークは俺がするから。翼、はい、うん、よし行くぞ。 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。けっ、お前なんかに翼が負けるかっての。すぐに分からせてやる。来るなら来い、俺は全力で戦う。神取りシュートだ。キーパー反応できない。このゴールでチーム俺の切れ味に驚いたかい。カミソリシュートだ。タン翼、倉持くん、ここで奪った。ヤタくん、タッグも決めた。ソウダくん、ボールハッシュ成功。イワミくん、ここは抜かせません。この試合、お前に活躍はさせん。キルト、カミソリタックルだ。今のタックルで、やっ、これ、タックン、このスライディングが決まった。そら、タチ、ここでパスカット。山田君、横にかわして突破。吉田君、センターラインを越えてセレクト。岩見君、ここはパスに切り替えた。ここでパスカット。あ、かわした。いけ山田君、ここはパスを出した。パスが決まった。ドリブルでボールを守る。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。やっと奪い返した。相手のエースはたとえファウルでも止める。タックルも決めた。クリタマ君、ここで止めた。タッキン、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。まあ、翼くん、ここは抜かせません。ボールは友達、渡しません。ここは抜かせません。倉持くん、スルーパスを狙う。そら、三橋くん、センターラインを越えて攻め込む。三橋くん、パスを回す。俺のカミソリシュートだ。横っ飛び、鋭く反応。あっと、これを弾いた。ボールを持った。ダイレクトでパス。長野くん、ここはパスに切り替えた。それ、おっと、今度は交代だ。体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。カミソリタックルだ。ここで止めた。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した。これが俺のカミソリシュートだ。シュートを放った。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。小田君、このボールをコントロール。
井出君ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。大きくパス、ロングパスだ。佐々木君ボールを奪った。なんと奪い返した。ワンタッチで送る。いけ佐々木君。どうだ、激しいタックル。パスを回す。高杉君ここは抜かせません。それよ、パスを回す。佐々木君ボールは友達、渡しません。よし佐々木君ここは抜かせません。それあとドリブルを見送る。小野寺君ここからチャンスを作れるか。井出君豪快にシュート。森崎君このシュートに反応している。これは会心のセービング。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。長野君佐々木君タックルを決めた。チャンスが決まった。ダイレクトでパス。熊持君スライディングでカット。小野寺君ここからチャンスを作れるか。翼君これは難関するドリブルだ。ここからチャンスを作れるか。ボールは友達、渡しません。それ伊沢君ここは抜かせません。曽田君ボール奪取成功。ここは抜かせません。岩見君ここはパスを出した。吉田君激しいタックル。スライディングでカット。それ杉君ワンタッチで送る。あーとこの位置でパスカット。杉君ここは抜かせません。それよドリブルでボールを運ぶ。林君このスライディングが決まった。アズマ第一鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。ボールダッシュ成功。それ横をすり抜けた。中井君このボールをコントロール。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。杉君素早くつなぎます。ワンタッチで送る。ここは抜かせません。チャージが決まった。横にかわして突破。あっと奪い返した。ダイレクトでパス。杉君ここはパスに切り替えた。ワンタッチで送る。それそれも ここで前半終了。なんと争奪ってやつ。ああ、それに後半は俺大丈夫だ。そうともよ。みんな焦るな。焦って固くなっては相手の思うツボだ。いつものプレイをすれば勝てるぞ。ところで負けてたまるかよ。翼。はい。みんなの士気が学ぶ。ちょっ、え？あら、ん？マネージャー、ちょっ、え？翼くん、足を、うん、足の怪我がひどく、はい、学ぶ、うん、分かってる、はい、終わったわ。
ありがとう。大丈夫？ああ。よし、前半守りのチームの俺たち。それにいいやつは。何？翼が怪我と、ゴール前ではかな。ああ、よっしゃ、こ、軟骨を倒す。マークを外せるか。こいつ、俺の足のこと。これは南米式のドリブルだ。翼くん、何？ボールは友達、私もか。次々にかわしていく。ここから一気に攻め込みたい。翼くん、そこ。力をためて強烈なシュート。辻くん、これはキャッチできない。それ、山田くん、こぼれ球をキープ。あとは第一、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。伊沢くん、激しいタックル。滝くん、ダイレクトでパス。山田くん、このパスをカットします。吉田くん、ボールを奪うことができません。ここは一か八か、試してみる。ドリブルだ。渾身のシュート。ドライブシュート。これはおはけのドライブシュートだ。ごめん、ロベルト。それに、この試合。くそ、俺もドライブシュート。だから俺は、翼。しかし、こうなってはもう。東第一、ゴールキックで仕切り直します。ソーダ君、ロングパスを受けます。翼君、ここは抜かせません。ボールは友達、渡しません。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。これは南米式のドリブルだ。シュートまで持ち込めるか。力をためて強烈なシュート。懸命に勝ち出した翼くん。ここでゴールを抜く。ボールは友達、渡しません。さあ、ゴール前です。君、ここは抜かせません。チャージが決まった。翼くん、これはオフサイドです。東第一、ここからフリーキックです。長いパスが通った。翼くん、ここで止めた。ボールは友達、渡しません。ドリブルでボールを運ぶ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。ゴールを狙う。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、ワンタッチで送る。タキくん、パスを回す。ドリブルで突破。ドリブルと見せかけてパス。軟骨、攻勢が続きます。時計はすでに後半の15分を過ぎています。決勝の決着まで残すところはあるか。佐々木くん、ここは抜
せません。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。はっ、吉崎くん、ここは抜かせません。カズくん、ここは勝負を避けた。キスギくん、長野くん、センターラインを越えて攻め込む。横をすり抜けた。ソーダくん、センターラインを越えて攻め込む。カズ、鋭いシュートを放った。カミソリシュートだ。森崎くん、このシュートに反応している。森崎くん、ダイビングキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。滝くん、素早くつなぎます。岩見くん、ワンタッチで送る。東第一、まだ守備の体勢が整っていません。まさか、さあ滝くん、激しいタックル。いけ、小野寺くん、ここからチャンスを作れるか。小野くん、ここで止めた。キスギくん、ワンタッチで送る。それ、翼くん、ここは勝負を避けた。このパスは通らない。ここはパスを出した。カセルが使っていった。それ、ダイレクトでパス。ここはパスを出した。パスを回す。倉持くん、このパスをカットします。キスギくん、激しいタックル。どうかわして振り切った。小野寺くん、一発のシュートを放った。森崎くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。小田くん、パスを回す。このタックルは二つに終わります。翼くん、これは何でスクールドリブルだ。ボールは友達、渡しません。翼くん、これは南米式のドリブルだ。必殺のシュートでゴールを狙う。懸命に飛びつく。ファイルスミに決まった。この勝つと言ってる。勝つ、そした。まんまとしてやられたぜ。でもみんな、そして、はっ、かばして振り切った。ミハル、センターラインを越えて攻め込む。翼くん、ボールは友達に渡しません。これは南米式のドリブルだ。それ、行くぜ。森崎、さっきと逆だ。逆に飛べ。くらえ。のっ、なに、パントキックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る。小田くん、素早くつなぎます。ここは抜かせません。小田くん、杉くん、ワンタッチで送る。翼くん、ボールは友達、渡しません。これは南米式のドリブルだ。これはごぼう抜きだ。翼くん、ボールは友達、渡しません。ここからシュートに持っていく。このボールに飛びつく。あっと、必死にゴールを守った。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。石崎くん、ここで止めた。ここはパスに切り替えた。滝くん、ここで試合終了の笛。前回ここまで苦戦。みんな気合を入れて。最高の展開ではないけど、まあ悪くないってとこか。
よっしゃ、気張ってこのピーク。責任重大な一番手として登場です。これが狙ってきた。鮮やか。いつまでも下手くそだと思うなよ。責任重大な一番手として登場です。それはどうか。井出君、見たか。決めました。ゴールを見据え、ゆっくりとボールをセットします。さあどうだ。鮮やかにゴールを決めた。よし、決めたぜ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。これは会心のセービング。ここを決めればさらにリードを広げられます。これはどうか。ゴールも割らせません。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。ゆっくりとボールをセットします。これはどうだ。鮮やかサッカー、俺の夢だ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。森崎くん、ナイスキャッチ。この重要な5番手のキッカーを任されました。これだ。鮮やかにゴールを決めました。やった。試合終了。南葛中 V3 へ向けて東一中健闘。
よし、勝ったぞ。やったぜ。俺の逆カミソリシュートどうして分かったんだ。予選でも一度も見せたことがなかった。そうだよ、翼の指示がなかったら俺だって多分取れなかったよ。うん、ただの感覚かも。それでとっさの指示。なるほど、足の角度ね。俺も翼、うん、あれは難しいな。おドライブシュート、ぜお前ならきっとで、うん、そういえば足は、うん、大丈夫。ちょっと、そうか、俺たちを破ったんだ。うん、それじゃな。ま、しくしゃー、負けちまったぜ。みんなめそめそすんな。そうだ、誠。もうすぐ試合だ、十分に。はい。ヒューガ監督。ヒューガ、わしは絶…なに。この大会大会2日目、今日は残りの1回戦か。